オデッセイの夜明け作戦は、リビア上空の飛行禁止区域設定を実行するため、アメリカ合衆国が行った軍事作戦名。飛行禁止区域は2011年リビア内戦の最中にムアンマル・アルカ・ザーフィー率いる政府軍の反カダフィ勢力に対する空爆を防ぐ目的で提案され、2011年3月17日に国際連合安全保障理事会において、 国際連合安全保障理事会決議1973が採択された。なお、同戦闘における、イギリスの作戦名は、エラミー作戦、カナダは、モバイル作戦、フランスは、アルマッタン作戦である。2011年3月19日、アメリカ軍最初の攻撃として、リビアの首都、トリポリア西部ミスラタの近郊など沿岸部の計20カ所の、リビア軍防空。 通信施設を標的に、計1 1 4発のトマホーク巡航ミサイルを発射した。これは、リビアの防空施設を破壊し、飛行禁止区域確保のための航空機の飛行を容易にする目的で行われた。フランス空軍は、攻撃作戦の第一陣として4機の戦闘機を投入し、ベンガジ郊外日地点で市民の脅威となっているカダフィ軍戦車4両を撃破した。三月二十日、 リビア時間2時33分時頃、トリポリでは継続的な対空砲火が確認された。3機の b 2スピリット爆撃機が40発の爆弾をリビア国内飛行場に投下した。ありがとうございます。